上の部分と下の部分で描き方を変える。空の色に近い色を選べばまあそこそこ安定するか。うんこみたいになっちゃった。うんこみたいになっちゃったこれ。ということでですね、こちら雲を描くときに、まあオーソドックスな雲を描くとき、これを守っとけばいいよみたいなポイントいくつかあります。ちゅうことで、これそのまま流用できるかな。なかなかうまくいった気がするんで。で、それはですね、雲の上の部分と下の部分で描き方を変える。これ結構大事なんで、はい、やっぱ位置から描こう。あ、ということでですね、はい、描いていくんですけど、まあ雲のシルエットをまず描きます。ビャーっつって、どんな感じで描いてたっけこれ。こんな感じか。はい、まあ別に全然違う形でもいいんですが、こうシルエットをまず描きます。はい、でこう描くときにですね、まあブラシで描きつつ、消しゴムで消しつつ、で消しゴムもブラシと同じものを選んであげれば、結構そのまま描いたり消したりで面白い形を作りやすいんで、そんな感じを使いながらこうやっていくといいかなっていうことで、シルエットをなんとなく描いていくと。で、球体を意識するので、まあ、光源意識してこう光を当てていくと、まあ、この辺かなと。こう球体の集合体、ここまではさっきと一緒ですね。で、影の色はですね、さっき色の話ちょっとしますみたいな話もしてたんですけど、まあ、空の色に近い色を選べばまあそこそこ安定するかな。今回は割とグレッシュな空の色をまず今選んでるんで、まあ、その辺の色を取ってこう重ねていけば、まあ、ある程度成り立つかなというのがございます。さらにハイライトに近い部分を選んでいって、まあ、光を足していくと。で、光源に近いところを主に明るくしていって、まあ、光源から遠いところは暗いと。暗いけど、まあ、なんとなく球体の意識は持ってやると。なんですが、ここからちょっと大事なポイントがございましてですね、雲を描くときは雲の上側と下側ね、で描き方を変えるといいです。下側はですね、どっちかったらボケたようなブラシでですね、こうふわーっとこうちょっと馴染むような、割とボケ気味のブラシで、こうなんかちょっとね、空に馴染むような感じでこうファーって入れていくとよくいいですね。いい感じになると。に対して上側はですね、ちょっとメリハリがついた少しエッジ立ち気味のブラシを使って、よいしょ、こうしっかりこうちょっとエッジがこう目立つような感じで描いていくといいです。で、これの理由はですね、まあちょっと後で説明します。今一旦ちょっと書きますね、こう。まあ、こんな感じでですね、部分的にこう、はい、エッジを足すと。で、説明の前に、で、ここまでできたらですね、まあ次におそらくやるポイントはですね、雲はとにかくこのランダム性が大事。多分このことは後から何度も言うんですけど、もう、雲イコール自由。自由イコール雲みたいな。俺は雲のような自由な人間になりたい、自由に生きていきたいみたいな。雲といえば、まあ、自由の代名詞みたいなところもございます。なので割と自由にいろんなランダム要素がある方がより雲っぽくなるんですが、例えばこうブラシを細めにしてピッチとかピーッとこう、やっぱ消しゴム使ってね、こうこんな感じで、こう、少しこう、なんかこう、ちぎれたり、こう、ちょっと伸びたりとか、こう、言いたいことわかりますか？こう、なんかこう、こう、伸びていったりとか。まあ、そんなものをね、ランダムに入れつつですね、こういうのがあると、雲っぽさってのはより出てくるので、ちょっとやりすぎたかな。はい。こう、うまいこと。自分はね、今、指先ツールを使うってもあるんですが、自分は同じブラシ使ってですね、割とこの描いたり消したりで形整えるのが好きなんで、自分なんか割とゴリ押し好きなんで、ついついやっちゃうんですけど、それでまあまあそんな感じでこうやっていくと。で、ここまでね、進めてきたんですけども、雲の上側と下側で
まあ、書き方が違うと、そういう話をしましたが、なんか上の方が結構くっきりめに書いて、下の方はぼかし気味みたいな。でこれはですね、なんでこうするかっていうと、実はですね、雲の、まあ、成り立ちによるものです。ここの話まあまあ難しいんで、まあなんとなくふわっと聞いていただいて、まあ、いつかこの皆さんもね調べていただければと思うんですが、まあ、雲ってそもそもほら大気中のこう水蒸気とかがね原因でこう上昇気流に乗ってピューッと上に上がってきて、まあ、できちゃうと。で、まあ、結局あれなんですよね、こう水蒸気が冷やされて水滴になっちゃうと。でその水滴の集まりが雲みたいな話はよく理科で習うと思うんですが、まあ、そういうことなんですね。まあ、上の方が寒いんで、寒いと蒸気が冷やされて、それがまあ塵とか埃とかこう合わさっちゃってできちゃうみたいな感じなんです。だからなんやねんと、そんなん知っとるわと、はい、なるんですが、これ結構ポイントで、じゃあどのぐらいの高度、まあ高さまで行ったら雲ってできんのっていう話なんですが、まあ、これはものによって、結構違くて、自分も専門家じゃないんでそんな詳しくわかんないんですけど、まあ、大体数千メーター、2000から7000とかちょっと言われるかな、いろいろもっと低い、雨雲とか低いですしね、多分塵の量とか水分量とかなんかそういうのでも変わるのかな、ちょっとにわかですいません。で絵描く上で大事なのが、そこじゃなくて、あるその基準点、今から一つ雲がありますと。でこの雲、雲ってまあ集合体なんですけど、そういうもののね、はい。でその一つの雲においてはですね、ある高さを超える、これ高さね、上下方向高さなんですけど、ある高さを超えると雲になっちゃう。いわゆる冷やされて、こう水蒸気か水滴化していって、目に見える白くなっちゃうみたいな。でここより下だとまだ白く見えない、空気のままね、ただの空気っぽく見えちゃうと。でそういう境界線が存在するんですよ、それぞれの雲においてね、はい。すると気流がこうピューと上がっていくんです。気流が上がっていって、シャ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 ッと、こんな感じでなんですが、ここより下は見えないんですよ。おっと、まあいいや、はい。でなのでここが割とこうフラットに揃っちゃうんですよね。よいしょ、はい、わかり、ここがちょっとフラットに揃っちゃうんですよ、そういう理由で。上はどんどんいくらでもモクモクモクっと上がれるんですね、はい。なので上はちょっとモクモクモクってなって、よいしょ、下はこうちょっとフラットっぽくなるっていう、それがまあ原因ですね、はい。よいしょよいしょ、なんでこっちはこうちょっともう揃っちゃって、こうふわーっとふわこうふわっとフラットになっちゃう。上はモクモク、うんこみたいになっちゃった、うんこみたいになっちゃったこれ。であとはですね、こうどんだけ高くモクモクモクって上がれるかっていうのはですね、まあ気流にどんだけ流されずにいけるとか、まあどんぐらい上昇気流が一気にいけるかとかでね、はい。夏とかね、あっちいあっちいっていう時はですね、まあ上昇気流によってこれがね一気に上までズボーンと、俺すげえいけるぜっていう状態になったら、まあ入道雲という夏のね積乱雲は違うな、まあ夏のこのすごくモコモコした高い背の高い雲、水蒸気の量とかによるんかな、なんか海の上とかね、なんかできるっぽいんで、やし、これがなんかそうでもなければこう薄い層状のね、こう横に長いようなこう雲ができちゃうと、まあそういう感じですよね、はい。これ結構だから、このなんだろう、雲はある基準より上になったらできるんで、まあその基準のところが結構横に広がって上がモクモクなっちゃうっていう、まあその理屈なんとなく覚えてればええかなと思います、はい。それぐらいかな、ということでですね、まあそこ意識するんで、だから下の方がちょっとこうなんだろう、ぼかし気味のふわーっとした感じになっていって、まあ上はモクモクって書くと、まあそれっぽさが出やすいよねっていう話で、まあもう一つこういうね、
なんであと雲って。はい、今回もねご視聴いただき誠にありがとうございました。次も見てみたいという方はね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またね、こんな講座も見てみたい等のリクエストがあればお気軽にコメントいただけたらと思います。以上、タカでした。